ごめんね、ごめんね。電池が切れちゃったのよ。もう一回ノブに送ってもらわないと。すみません皆さん、なんか携帯の調子おかしいんだよな。のーぶちゃん、もう一回送って。ノブからコメント来てるかな。来てない。来てないかな。どこ？どこどこ？みんなのコメントは見れるんだけど、ノブのコメントが見れんぞ。なぜじゃ。なんで？なんなんやろな。探せないぞ。みんなのコメントで隠れちゃってるのかな。どこだ。ちょっと待って、みんなどこ？ノブくんどこ？ノブくんどこ？どこ？ノブくん。ノブちゃん。でも意味ないのか。送ってくれてんだもんね。なんでやろ。ノブが見えないよ。コメントしてくれる、コメントが表示されればできるんだよね。どこどこどこ。なんでみんな見えてんのに俺から見えんの？どういうこと？見えないよ。なんでだ、なんでだ。マジでなんで見えんの？50音米してたよ。嘘。なんでなんだろう、これ結構あるよね、この状態。
どこ隠れちゃってんな、みんなのコメントで多分。見つけられない。なぜだ。一旦なぜなんだ。っていうかなんでなんだろうこれ。みんなのコメントは見れるんだけどね。なんでやろう。なんでなん。ノブ送ってくれてんのかな。っていうか、あれかな。あ、いた。来た。あ、いけた。ごめんなさい。やっといけたよ。めっちゃ送った。全然。電池切れました。全然大丈夫です。よっしゃー。いけた。ねえ。うん。これむずくない？接続の仕方。俺も初めてなんだけどさ。マジわからん。ねえ。うん。マジでわかんないね、これ。結局今、充電器つないじゃったからさ。うん。手で持ってなきゃいけないっていう地獄の時間が始まって。それつらいね。つらい。ね。コメントどうする、ヒロ。コメントね。うん。ね。無人島に一つ持っていく、いけるとしたら何にしますか、ね、無人島に一つ。うん。一つだけ。何がいいんだっけ、これ。どういうこと。なんかね、確かあったんだよ。なんかマッチとか、うん。あとナイフとか、あとなんか、正解が確かなんかあった気がする。何すけど、なんかこれが一個だけ持ってくならいいらしいよっていうのがあるらしいのよ。誰情報なのそれは。なんか、誰か忘れたけど、知識がすごいある人みたいな。めっちゃ適当じゃん。情報元だけめっちゃ適当じゃん。俺なんだろう。もう一つだけ。一つだけか。でも俺、なんだろうな。やっぱり火起こすのが大変だから火かな。え、そういうこと？そういうガチなやつ？そういうことじゃないでしょ。なんかあ、違う。あ、違う。いや、それは火なんだけど。うん。そのなんかさ。ああ、そういうことね。いや、それだったら俺、あれだよ。ワンちゃん飼ってるから。ワンちゃんかな。うん。ああ、かわいいよね。かわいいよ。真っ白いやつでしょ。そう、ここにいるよ。さんも。ほら。まあ、なんだっけ、なんかのミックスよね。チェアーとマルチーズのミックス。チェアーとマルチーズか。うん。3本緊張してる。マルチーズってさ、うん。毛が抜けない？チワワが抜けるかな。あれなんかマルチーズってなんか特徴なかったっけ？マルチーズは抜けないかな。結構長い
毛が長いくしてたり、なんか面白いカットしか仕方してる人いっぱいいるかも。あんまり泣かない？泣かないね。全然泣かない。うん。うん。ね。犬ね。うん。ヒロは？え？一つだけしか持っていけないとしたら。一つだけ？うん。難しいね。その期間限定なのかな。ずっといるのかな、それとももうそこに。ずっとじゃあいるとして、もう一生こっちには戻ってこれない。ずっとそこにいる。一つだけだったら何でも持ってっていいですって決まってます。一つだけだったら何でも持ってっていいんだ、うん、友達連れていくかな。あー、友達ね。うん、それありなの？でもさ、一人だけじゃない？だとしたら。いや、よくない別に。でも絶対ダメでしょ。何でも持って、だって犬持ってってるやん。犬はだってほら一匹じゃん。そんな俺何匹も何十匹もこうやって連れて持ってかない、持ってかないよ。いやいやいや、あーってさ、大変だよ。いや、一人持ってる。一人誰か。そう、あ、一人か。まあ確かにね。それありなんだけど。一人、まあ確かに、でもそれありだね。でしょ？その方がいろいろね、何か、そう、ご飯作ったり、獲物を取ったりするときも、お話もできるしね。そうそう、まあまあ、退屈じゃないよね。確かに。それあるね。それがやっぱ一番でかいね。うん。あ、待って、俺天才かも。え？ひらめいたかも。この置く方法を。お、ついにひらめいた。ついにひらめいたかも。いけんちゃん、いけた。あ、ドラえもん持ってこって人もいるね。ずるくない、そんなの。まあいないしね、まずね。いない。青いおじさんずるくない？いたらね、確かに。でもさ、ドラえもんでさ、最強の道具って言ったらさ、うん、何かな。もしもボックスでしょ。そうだよね、絶対そうだよね。あれもう無敵でしょ。か、どこでもドアじゃない。いやいや、もしもボックスでしょ。もしもボックスか。なんとでもなくて、どこでもドアでできることが、ね、もしもボックスで何でもできるじゃん。確かにね。もしも世の中のドアがどこでもドアになったら、ね、うん、どこでもドアができるでしょ。あ、そっか。ずるくないやん。うん。あれずるいね。あんな最強なやつ考えちゃダメだよね。確かに。あれ終盤で出てくるやつでしょ。あ、でもどこでもドアって言ってる人多いね。あ、もしもボックスって何って。もしも、何々だったらって言ったら、それが全部叶っちゃう道具なんですよ。すごいよね。そう、だから何でもあり。あ、スモールライトがいいね。スモールライトいいか？よくないよ。ねえ、小さく。なんで小さくなりたいのよ。確かにね。スモールライトね。あ、暗記パンとかね。確かに学生の子は、暗記パンとか欲しいかもね。でもそれももしもボックスになんとんでもないでしょ。まあ確かにね、もしも全部記憶を忘れらなければっていうふうにしたら一生覚えてるもんね。確かにな。いよいよあのボックスずるいな。うん、確かに。あとなんだろうな、あとなんだろう。次出るコメントは、うん、ね、うん、ちょっとじゃあ、うん、相談っぽいの。あ、いいね。あ、いいね。みんなさ、ほら、落ちるからさ、うん、やっぱり相談系とかいいね。なんか落ちっぽいね。すっごいさ、うん、もう長年語り継がれているようなやつでもいい、うん、いいよ。どこからが、うん、浮気ですかっていう。あー、そうね。7万回ぐらいこの討論されてるでしょ、世の中で。確かにね。
いや、これってでもね、結局答えない気するんだよね、やっぱ。お、深い入りするね。いや、そうなのよ。深い入りするね。わかんない。俺はあんまり頭も良くないし、語れるほどのあれはないですけど。何急に何急に質問モードに入るの違う違う。ただやっぱ、だってさ、俺はその、やっぱ気持ちが相手にあったりしたら、うん、それはやっぱり、浮気なのかなとも思うんだけど、うん、じゃあ気持ちがなかったらいいのっていう話になったらさ、うん、それもダメなわけじゃん。そうなの。好きじゃないけど、そう。一番の過ちみたいなこと。そうそうそう。うんうんうん、だからもうこれはね、キリがない。とにかくもう、なんだろう。自分の奥さんとか旦那さん、以外の人とってなったらもう浮気なんじゃないの。もう今これ難しいよね、非常に。定義がわからん。奥さん、旦那さんとか、まあ、奥さんとかさ、結婚してる人が、うん、その他の人に行くのは、まあ、言わば不倫ちゃ不倫でしょ。うん、だから浮気ってよりもなんかちょっとまた違う。ああ、そっか。もうちょっとライトな。彼女感みたいなことでしょ？ああ。かな。難しいね。難しい。でもさ、女の子って結構さ、うん。なんだろうな、その、バレなければいいよっていう子多くない？え？バレなければ浮気していいよって？バレなければってか、まあ、バレないようにしてほしい、するんだったらみたいな。ああ。まあでもそれはさ、カッコを絶対にしてほしくないけど、カッコ閉じがあるわけじゃん。そりゃそう、そりゃそうなんだけど、うん。そりゃそうなんだけど、でも、うん、なんかするんだったら絶対バレないようにしてほしいっていうことでしょ、みんなが言ってるのは。ああ、そうかな。まあそれはみんな良くはないんだけど、当たり前なんだけど。うん。でもなんかさ、うん、家にさ、うん、ゴキブリいるって分かったらさ、うん、ちょっとずっと気になるけどさ、うん、もしそれを知らなかったら普通に暮らせるじゃん。まあ、確かにね。そういうもんでしょ、それって結局。いや、ちょっと違うそうかゴキブリとそれちょっと違うんじゃないのかそれマジでちょっと違う。まあでも確かに、まあその言わんとしてることはわかる。わかる。そう、知らなかったらそのギャーともならないし、おいおいっていう怒りの感情もならないしってことね。そう、まあ何でも当てはまるんだよ、そんなの。うん。いや、これは難しいよね。浮気ね。ねえ、これはなかなか難しい。だから気持ちが、だから、そう、なくなっちゃったら、ダメだってことだよね、きっと。まあね、でもあと、まあ、女の子と男の子で違うしね。そうだね。ボーダーラインもそうだし。うん。てか、まあ、人それぞれちょっと価値観も違うじゃん。確かに。もうすごい極端だなし、女の人と連絡取ったら浮気っていう子もいるしさ、うん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 、で別になんか全然2人で会うのももう全然いいよみたいな子もいるじゃん、うん、うんうんうん、男の子もまた近い。2人のルールがどうなってるかだよね。そうね、その彼氏彼女も。まあでもね、分かるよ。でも気になるもんね、そこら辺ってね、やっぱ相手の。でも、もう、しょうがなくない？それ言い出しても。だってさ、しようと思えば、だって、いくらでもできるじゃん、浮気なんて。変な話。だって、携帯なんてない時代から浮気なんてあるんだしさ。確かにね。なんとでもできるじゃん。しようと思えばっていうことね。そうそうそう、なんかその、うん、もうそこって信頼関係でしかないな、お互いの。まあそうだね。ねえ、いくら怪しいものが出てきてても、うん。その彼女だったり彼氏が信じてあげれば、
浮気じゃなくなるだろうし、うん、でも本当はしてないのにちょっとその勝手な被害妄想だったり本人のね、うん、っていうものでその浮気に評価されちゃうものもきっとあるじゃん絶対。うん、確かに。これ難しいよね。これは分からんな。まあだから、うん、そうだよね。決定的な何かがあったらもうアウトだし、うん、それの片鱗が見えたっていうのが相手が思ったらもうアウトじゃない。相手がやっぱどう受け取るかだから。まあそうだね。そうだね。うん、やっぱ難しいよね。そこら辺はね。怖いよね。うん、でも浮気とかされたことあるの？いや、僕はそんなないですよ。なんで敬語になるの？いや、怪しい人の言い方じゃん。一気にガーンって来たなって感じ。いやー、怖いですね。でも、俺もでも、どっちかっていうと、ちょっと気になっちゃうタイプかもな、もしそういう風になったら。相手が、その、ちょっと怪しいなって思ったら？そう、とか、されてないかなとか。あ、どっかでやっぱ気になるじゃん。あ、そう、俺全然気になんないわ。嘘。うん、全然気になんない。なんで？なんかじゃあ例えばわかんない、仮にめちゃくちゃ帰りが遅かったとして、うん、で、え、どこ行ってたのって聞いてたら、え、別にみたいな感じで、そういうのが何、いや、関係性として問題あるでしょ、それも。彼氏彼女としての関係性として問題ない。いや、じゃあ、いや、別にってさ、そんなエリカ様みたいな人と付き合ってないから。いやいや、でも、仮にそうやってさ、なんかはぐらかすじゃないけど、うん、いや、別に、あれだ、別にご飯行っただけだよとかみたいなのがさ、何日か続いたりしたらさ、ちょっとやっぱ怪しいってならない？もしあったらね。怪しいとはならないけど、うん、まあその何してんだろうと思うよね。そうだよね。うん、そうだよね。俺もそうよ。だから何かいつもの流れと違うことがやっぱあったらさ、うん、あれみたいな、大丈夫みたいな感じはあるけどね。まあでも言わんとしてることはわかるけど、うん、俺もでも前まで超そうだったのよ。うんうん、なんかもうすごいなんかこう気になるというか、うん、っていうかもうなんか男の子にも、うん、俺はそういう思いがあったりするのよ。男の子にもっていうか、なんかその友達とかに対しても、なんかその一緒に友達と住んでる時があって、うん、まあ住んでるとかその友達がうちにずっと泊まってる時があって、ほう、で、まあ、結構いたんだよね。半年ぐらいうちに多分泊まってて、ずっと。うん。の時に、まあ、その子も普通に仕事してんのよ、その男の子も。うん。普通のその、サラリーマンの男の子だったんだけど。うん。なんかその、俺はさ、結構その、サラリーマンみたいな、あの、俺らは仕事じゃないじゃん。うん。だからその、不定期で仕事が入るじゃない。はい。毎日何時からとかじゃないじゃん。うん。で、早く終わる日もあれば、遅く終わる日もあってみたいな。うんうんうん。から、その、俺のが早い時があるのね、帰ってきて。はいはいはい。でもさ、サラリーマンの人ってさ、まあ大体何時に仕事終わって。うん。定時がね、まあ、決まってたりね。そうそう。で、俺そこの、会社も知ってるから。うん。今何時ぐらいに大体終わって、うん、帰ってくるっていうのを知ってたんだけど、うん、その時間になっても帰ってこなくて、ほう、なんか俺はご飯を一体どうすればいいんだろうみたいな食べちゃっていいのみたいな、一人で食べちゃっていいのみたいな、うん、なんかその一人で食べてて、うん、お腹すいたって言って帰ってきたらどうしようみたいなさ。なんやねんそれ。いや、それ友達でしょ？友達、本当にただの友達なんだけど。もうそれもう夫婦みたいになってるじゃん、もうそれだって、ね。いやいやいや、なんか、
ヒロ完全もう奥さんの方やんそれも俺が、うん、いやなんか帰り食べるのか食べないのか連絡してよみたいな。いやでも、うん、それ俺連絡するのもキモいと思ってんね俺は。あ逆にね、なんか俺から帰ってくるの何時にとか、うん、もう毎回送るのもキモいしじゃん。うん、そのまあ男の子同士だし、うんうんうん、よりね、うん、だからなんかちょっとなんかこうやって考えてるのって無駄だなと思って。ああそれでもやめたんだ。やめた。おもうほんと俺は俺の人生を生きようと思ってはあ。それまではじゃあめっちゃどっちの方がいい、それそのちょっとやっぱ気にしてた時の方が良かったか、全く気にしなくなった今の方がいいか。全く気にしなくなった今の方がまあ楽っちゃ楽だよね。そうだよね。ただなんか、あ、むずいな、それでも。俺でももう気になっちゃうな。まあでもこれ今の男と男の友達同士の話だからまたあれだけど、うん。そこの女の子だとさ、相手が。うん。うん。ちょっとやっぱ変わってくるじゃん、いろいろ。確かにね。なんかその、ね、いろんな問題がやっぱはらんでくるよ、そこに。うん。まあ何してるかわからないっていうのはちょっとお互いやっぱ嫌だよね。まあね。うん。でもね、これって難しいよね。でもそれ知ったところでさ、うん、さっきの話戻るけど、別に嘘もつけるわけじゃん、つこうと思えば。だからもう信頼関係だよね、お互いの。まあね。としかもう言いようがないよね。これは。まあしかも極論そのなんだろうね、浮気されて別れるのかどうかみたいな話もなってくるしね。確かに。ダメや。そんなのもう答え出ん、これもう。答え出んね。ほんまに。話が暗いよ、二人さんってコメントしてくる人がいる。暗いですよね。暗いですよね。まあでも、一回はね、ちょっと喋ってみたかったよね、これ。明るい話しよう。明るい話しようか。ねえ。なんだろう、明るい話。明るい話？体力落とさないために何したらいいと思う？何の話それ何の話？質問が来てますね。まあ体力確かに落ちがちになっちゃうから。でも、ジョギングは OK なんだよね、確か。ああ。確か一人でジョギングは OK だから、まあそれがいいかもしれない。今ってことね。そう。あ、ネットフリックスのおすすめ教えて。これはもう相当ありますよ。まず、テラスハウス。テラスハウスね。テラスハウス見てる？見てない。めっちゃ面白いよ。嘘、俺ちょっと人のね、あんまり興味ないんだよね。いやいやいや、この覗き見てる感じがね、またいいんですよ。嘘でしょ。本当に。そしてリアリティもあるし、絵もすごく綺麗だし、最近社長と言われてるね、方が入ってきて、それからまたね、面白くなってるんですよ、展開が。これめちゃくちゃ面白いです。あとは、僕はドラマはペーパーハウスっていうドラマ。あれすごく面白い。そして今一番ハマってザ見てるのが、もうクイーンオブザサウスっていう。まあ知らないもん。海外ドラマなんだけど、これもめちゃくちゃ面白い。ああ、そう。展開めちゃくちゃ早いし、もう友達にも勧めたし、マネージャーさんにも勧めたし、もういろんな人にお勧めしてる。すごい面白い。ベタにストレンジャーシングスとか見てないの？あ、全部見ましたよ。全部見ました。ストレンジャーシングスめちゃくちゃ面白かった。エールね。ちょっと僕見てないんですけど。え？見てないの？僕見てないんですけど。なんで見てないのに振ってきたんだよ、ストレンジャーシングスって。完全見た手だった。ネットフリックスのホーム画面は俺めっちゃ見てるの、多分本当に。ああ。尋常じゃないぐらい見てるんだけど、この、こう出てるさ。はいはいはい、わかるよ。待ち受け的なね。そう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 。うん。海外ドラマとか新作とかブワーって出てるじゃん。うん。ああいうのも死ぬほどチェックしてるのね。ほう。なんだけど、うん。それをこう、決定ボタンを押すまでに至らないんだよ。なんだよ、それ。押してしまったら何かが始まってしまう気がして。いや、始まるよ。それは、それはドラマが始まるよ。
そういうあの簡易性のあれだからね。ちょっとね。なんか見てるやつないの最近。ネットフリックスでこれ見てるっていう。最後見たのは、うん。もう本当に、なんだろうな、うん。ベターコールソウルっていう。あ、見たことないわ。なんかね、うん。ウォーキングデッドじゃなくて、ブレイキングバット見た。あ、ブレイキングバット見ましたよ。あのやばいじゃん、あのドラマ。やばい。あの、クイーン・オブ・ザ・サウスもちょっと近いものあるから。あ、そう。あの、ブレイキングバット好きだったら絶対好き。でもちょっとね、きつかったんだよね、俺。あ、きつかったの？なんかその、うん、途中さ、うん、もう、なんかちょっとこれもう見てない人に申し訳ないけど、うん。なんか、なんでもない回あるじゃん。ある。ただたださ、ハエを追いかけるだけの、うん、で、60分か90分使うやつあるじゃん。あるね。俺、衝撃だ、それを見たのが。ああ。すげえ覚えてる。そういう系ね。うん。え？やばいな。このドラマぶっ飛んでんなと思って。うんうん。だって日本のドラマだったら絶対ありえないじゃん。11話しかないのに1話ハエを追うだけで終わるなんて絶対ありえない。ないない。そんなシーンありえるわけないじゃん。うんうん。まあ、あのこう シリーズでシーズンでこう分けてるからできることだし、うん、あとやっぱそのなんだろう海外のドラマってさ、うん、シーズンとかシリーズごとに監督違うじゃん、監督と脚本の人違うじゃん。そうだね。から、うん、なんかこうぶっ飛んだ作品になるんだろうなと思ってたんだけど、うん、それの、あの弁護士の人、はい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 、出てくるね。出てくるでしょ、あのちょっと、うん、こう明るい感じの、ね。そう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 。うんうんうん。はい。あの人の物語がベターコールソウルなの。あ、そうなんだ。そうそうそう。なんか俺見たかも、それ。まだ終わってないけど。うん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 。あ、それ面白いんだ。面白かったね。へぇー。俺もでも途中で見るのやめちゃった。あ、そう。やめちゃったのか。やめちゃった。なんだよ。やめちゃったのか。初めて見た海外ドラマが俺ブレイキングバットだった。うんうん。でその後ウォーキングデッドに入ったんだよ。うんうん。おすすめだよって言われて。うん。でもちょっと無理だよ俺は。あ、嘘、違かったんだ。てかね、もう長いシーズン海外の長いからね基本。シーズン4とか5とかまだ。ウォーキングデッドなんだって今9ぐらいまで出てるんじゃない？シーズン。いや、もっと出てんじゃないの？そんなことない。うん。でも、ネットフリックスおもろいよ。おもろいよね。本当に面白い。うん。俺、銀魂ばっか見てるかもね。マジで？あ、銀魂も面白いって言うよね。銀魂とか、なんかヒーローアカとか。あ、ヒーローアカデミーね。私が来たわね。うん。そう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 。はいはいはい。わかる。出たね。ああ。なあ。ちょっと待ってな。水取ってくるわ。ちょっと待って。うん、逆になんかみんなのおすすめなんかないのかな。スーツね。コンテンション、ね、帰ってきた。でもあれよ、ノブにも言ったけど、俺日本のドラマで聞こえる？あれ電波悪いかな。
こえる？あれ？聞こえる？もしもし。あ、聞こえるわ。あ、聞こえる？うん。あれ？また止まった。聞こえる、聞こえる。聞こえる？テンポ悪いんかな？ます？あ、つながった、つながった。オッケー、オッケー。ネットフリックスいいよね。ねえ。アリースター誕生ね、見ましたよ。あ、見た、俺も。分かれるね。アリースター誕生とさ、あともう一個はなんだっけ、同じぐらいの時期に公開された映画。二つでね。あ、そうだ、ボヘミアンで。そう。分かれるね。なんか、時期結構さ、うん、音楽系の映画たくさんあったじゃない。あったね、クイーンもあったしね。ボヘミアン・ラプソディ、アリー、あと、うん、ロケットマンとか。あ、ロケットマンね、あったあった。エルトン・ジョンのやつだね、確か。うん。確かそう。だよね。全部見た？ロケットマンだけ見てないかな。ああ、そう。そう、他のは見たけど。あれさ、うん。ボヘミアン・ラプソディでさ、出てくるさ、うん。まあ、出てくるっていうか、あれもまあ本当の話なんだけど、うん。ボヘミアン・ラプソディのそのクイーンのマネージャーと、はい。エルトン・ジョンのマネージャーって一緒なの知ってた？え？その現実でね、本当の世界で。そう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 、本当に同じマネー同じマネージャーが2組のアーティストを育てたんだ。まあ育てたってか、エルトン・ジョンとクイーンを担当してた。担当してたの。へえ。その人絶対今偉くなってるでしょ。いや、まあもうクソジジイでしょ。言い過ぎだよ。何年前だよ。まあ確かにね、まあ、確かにかなり大先輩ではあるけどさ、まあ、確かに言い過ぎだよ、言い過ぎだよ、クソジジイはめちゃめちゃ先輩の人だ。コメントがなんか、うん、コメントがなんか止まったね。嘘、え、流れてるよ、うん、嘘、あれ終わるというか。平野さん見て鈴木さんのファンになりました。え？いや、コメント、コメント。ああ、コメントか。うん。あ、鬼滅ね、鬼滅の刃。鬼滅の刃ね。鬼滅はもうすごいですね、今、人気が。見てる？見ました。アニメは全部見た。マジで？そう。で、単行本もマネージャーさんに貸してもらって、うん、今売ってないらしくて、もう、鬼滅が。人気すぎて。そうで、今、それ、これから読もうかなと思ってるところ。で、映画化もするんだよね、確かね。あ、そうなんだ。まあ、するよね。確か、そう。あんだけ人気だったら、そう。聞いてた。そう。いや、それが楽しみ、めっちゃ。単行本でちゃんと読む人？いや、俺、でもそうだね。最近 iPad 買って、iPad、ね、そう、それで結構読んでるかな。約束のネバーランドとか。ああ、バラさすやつね。あ、そう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 、はいはい。すごい、すごいところで約束のネバーランド覚えてるね。バラさすやつって。もっとあったでしょ。そう。いや、間違ってはないんだけどさ。間違ってないあるでしょ。うん。バラさすやつじゃないの？そう、バラさすやつ、最後ね。亡くなった時に、亡くなる時か。にバラを刺してね。うん、そうそうそう、ね、今すごい面白い、すごい面白い漫画なんだろうな。でも俺本当に、うん、近年というか、うん、最近でもなんだろう、ワンピース以来の面白さというか、うん、ほう、衝撃的だったのは、うん、もう
なんか番宣みたいな、あなたの番宣みたいになるけど、東京マンジリベンジャーズだったね。はあ、そんなにですか。ずっと好きだったのよ俺。へえ。で、映画化になるってなって、マジみたいな。はいはいはい。で、何、うん、清正だよね。そう。清正飲むやばくない？いやいや、もうめっちゃ楽しみにしててほしいな。いや、超楽しみだ。うん。ねえ。すごいキャストも豪華だしね。超豪華だよね。本当に豪華だし、すごいいい作品になる気がするな。なんか、うん、同世代の人が多いよね。うん、そうだね。もう何回か共演させてもらったことがある俳優さん多いね。うん、そう。いや、超楽しみだな。あ、そうなんだ。うん。ヒロ、ワンピースめっちゃ好きだもんね。それと春って言ったら相当だね。俺、そんなワンピースめっちゃ好きなキャラだったね。いやいや、ちょっと待って。あんまりそういう感じで売ってないです。いや、この間さ、ほら、グループ LINE でさ、グループ電話してたじゃん、みんなで。うん、で、その時にさ、いや、俺、どうしようワンピース読もうかなって、俺、空島で止まってる人間だからさ。そう、はいはい、それで、いや、でも、こっから読むってなっても、相当先長いしなって言ったらさ、ヒロとかさ、他の友達も、めっちゃ面白いよ、やばいよっつって、ぶわー熱弁してたじゃん。うんうんうん、で、俺、見るわ、言って、あの日からもう見てないもんな、俺。おい、なんで見てんだ今、ネットフリックスのハマっちゃって、いや、見る予定なんだけど、うん、もちろん見させてもらいたいなと思ってんだけど、まあ、まだね、見れてる。そう、一旦つまずいちゃったから。わかる。俺も一回つまずいたもん。そう、高校生か中学生かな。その時つまずいちゃったから。多分この後ね、うん。2、3回もう一回つまずくと思うよ。あ、そうなんだ。2、3回つまずくポイント来る。あ、嘘。うん。ただでもめっちゃ面白いんでしょ、今。まあ、めっちゃ面白いね。そうだよね。今やばいっていうもんね、みんなね。っていうか、なんかその、あ、そうか、空島か。うん、空島がね、やっぱちょっとだけね、長い気もね、したんだけど、若い、ごめんなさいね。まあ、まあ、あれですけど、そうそうそう。感じはあったね。けど、読もうかなと思ってます、ちゃんと。なんか、あれの伏線回収の仕方がやっぱすごい気持ちいいよね、ワンピースをね。そうだね。ただ、俺、一番気になってるのが、一番最初の方で、宝箱にさ、うん、入っちゃってたやついたじゃん。ガイモン。ルフィが、あそこに宝があるって、ブワー登ったらさ、うん、パカーって開けたかなんかしたらガイモンがいた。あ、彼だけはね、まだストーリーに全く関与してきてないんだよね。だって、そんな関与するキャラじゃないでしょ。そうなんだけど、でも、うん、ワンピースってさ、一番最初のシャンクスがさ、もう覇気使ってたりさ、いろいろこう、伏線やっぱ回収していくからさ、どこかでガイモンも俺回収されるんじゃないかなっていうのはね。ガイモンの回収なんかないって絶対。ガイモンは回収しなくていいもん。気にもなってないわ。一ミクロも気になってない。そう。え、あいつだったのみたいななると思うよ、今後。ええ、全然なんだ。まさかあいつがここで出てきたんだみたいな。いや、全然いらない。みたいな。全然その伏線。海軍のこの人とやり合っちゃうわけみたいなさ。いや、やり合えないでしょ。だって箱に入ってた。箱に入ってたおじさん役に立たないでしょ。むちゃくちゃ無敵になる可能性あるけどね、俺はね。立たないって。うん。っていうか、空島編なのに覇気とかは知ってるんだね。そう、覇気とか、見聞色の覇気とかね。めっちゃ知ってるやん。だいぶ先の話だよ、それ。そう。とか、あと俺、あれのモノマネがちょっとできる。なんだっけ。ろうそくが書いてあって、こっちのおかまの人。で、こういう、白鳥がついてる人。ボンクレーでしょ。あ、ボンクレー、そう。よく覚えてる、俺も。ボンクレーのモノマネだったら、ちょこっとだけできるけどね。え、ちょっとやってよ、じゃあ。いい？いや、やって。ちょっと冗談じゃないわよ65点よくそんなそのクオリティを
そこまで自分でハードルをキューって上げてやろうと思ったなっていう経緯は尊敬する。その心意気は本当に尊敬する。心意気はね、うん、本当にすごい。そんな似てないっていうね、全然だ、思ったよりは似てなかった。あ、そう。俺でもいいと思う。好きだったけどね、うん、ジャイアントかなと。なんかそういうの多いよね。多い、見切り発車多いよ俺。できますよとか言って何もできないみたいな、うん、そうできないみたいな。多い、本当にそういう。俺なんかでもめっちゃ腹かけて笑ったよな。なんだっけあのさ、うん、俺好きなもん、あ、嫌いなもんないですみたいな。あ、食べ物でね、食べ物で嫌いなもの何もないですよってなってね。そうそう、俺がなんかこれダメなんだよねみたいなのしたら、え、マジみたいな、うん、俺嫌いなもん何にもないんだよねとか言ってさ、うん、え、マジでとか言ってさ、うん、全然何でも食べれる。あ、パクチーは食べれないけどとか言ってさ、いやいや、2秒で出てくるじゃん、嫌いなものと思って。これ何なんと思って、この子。この子一体何なのと思って。あるある。そういうのあるんだよ。いや、面白かったよね、あの瞬間。でも、ほとんど、なんていうの、一般的に、その好き嫌い多い人いるじゃん、うん、豆腐ダメとかヨーグルトダメ、卵ダメとか嫌い。ちょっと待って、嫌いなものシリーズが偏りすぎ。豆腐ダメをなんかあんま聞いたことないし、ヨーグルトダメもあんま聞いたことないし、卵ダメもあんま聞いたことない。強弱なやつだよ。でもさ、そういう人いるじゃん。もっとあったでしょ、もっとあった。ピーマンとかさ、確かにね、人参とかね。まあでも、うん、そういうのはないの、俺一切。ただ、パクチーって人が好んで食べるものじゃないじゃん。そこまで。いや、そういうのは俺、まあ、食べれなくはないけど、そんなに好きではないですよっていうこと。まあ、不愉快だよね。そう。だから、ほぼほぼ食べれるのよ。まあ、てか、あれなんでしょう。パクチーさ、すごい好きな人ってさ、うん。なんかこう、山盛りにして入れるじゃない。そうみたいだね、鍋とかね。家入れるじゃん。うん。人が食ってんのも気が知れず、勝手にバン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 入れてくるでしょ、あいつら。そうだね。あのパクチー族は。でも好きな人はもうたまんないんだろうね。でも日本人だけらしいよ、あんなことやってんの。あ、そうなんだ。うん、なんかその、はい、あれタイの料理だっけ、タイだよね。そうかな、タイかな。確か。うんうん。の人はそんなに別に、入れないらしいよ。へぇー。だ、日本人でいう、まあ、七味ぐらいの。ほう。だから七味とかわさび的な、うん。感覚なんだ、うん。そんなバカみたいにつけないしさ、バカみたいにつけない。入れないんだ。なんでだろうね。まあ、だから、流行りだよね、多分。だから。まあ、流行りだよ。都内の、そう、そういう、例えば渋谷、原宿とかのお店がやりだしたのか、何なのかで。一時流行ったもんね、うん、パクチー女子みたいな。なんか流行ってたね。ねえ、あったもんね。なんかさ、パクチーとかさ、うん。水菜とかさ、うん。水菜めちゃくちゃ流行ってなかった。ああ、あったっけ、一時。どこ行っても水菜のパリパリサラダとかさ、うん。なんかその、水菜のおひたしとかさ。ああ、ああ、まあ確かにね。鍋になったら水菜、多めに入ってますみたいな、水菜の中みたいなさ、うん、いや、そんなにみんな水菜好きみたいな。まあ確かにそれがだから流行りよ。いや、そんなに俺いらないんだけど、あんなあの食感ある緑の物体、うん、そんなに俺いらないから。うん、だから今で言うとだからタピオカじゃん。ちょっと古くタピオカもそんな食ったやついないし。今うそ、もう古いの。あんまいなくない？まだこれからでしょ。うん、そう。うん。でもさ、俺とヒロで行ったあの、鍋屋さん美味しかったね、あそこね、前。結構前だけど。鍋屋さん？鍋屋さん結構前行ったじゃん。あー！ね。予約しといた。4人でね。そう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 。まさきとかトーマとね。あ、そうそうそう。はいはいはい、美味しかった。あれ美味しかったね。あそこ美味しかったわ。鍋食べたいね。鍋食べたい。なんか鍋食べたいわ。っていうかもう4月なのにちょっとまだ寒いよね。うん、寒いね。ねえ。うん。もうそろそろ暖かくなるかなと思ったけど。うん。そうだね。いやー、もう12時半ですよ。
そうだね、確かに、ね、ちょっとなんかこまめにやりたいね、これやろうよ、インスタライブね、やろう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 、気持ち俺も全然家にいるしやりましょう、なんかうん暇の時連絡ください、もちろんですよ、毎日してるじゃないですか確かに毎日してます起きたら LINE が20件くらい溜まってて、ノブかって思うもんね、うん、そうだよ、今日も明日も連絡しますよお待ちしてますね、またやろう、やろうやろうやろね、全然、皆さん1万人の方がこの遅くまで起きてていただいてありがとうございます、ありがとうございます、またちょっと近々やらせてもらうんで、はい、また見に来てください、またまた、バイバイ、はい。